力と引き換えに人として大切な何かを失ってしまったのだろうか。いつまで寝てんだ、さっさと起きねえか。マジで来やがった。絶対許さねえ。謝れよ、謝れ。スカウトされたらどうしよう、スタだとか。しばらく止めてくんない？今更お姉ちゃんの家に帰れない。だってサクタにとってこれが一番のご褒美でしょ。つけられたくないわけだよ。俺はさ、お前らにお友達になれって言ってんじゃないのね。分かってる、そこに落ちるって分かってんのに。黒方煉獄や。理想だ。俺の目の前で人が殺される世界は俺の理想ではない。俺たちはもう壁を壊したりしなくていいんだ、わかるだろ。俺たちと一緒に来てくれって言ってんだよ。なんだと、決して粗相のないようにな。死体を調べてみよう、何か出るかもしれない。アジトの痕跡を見つけ出すんだ。いや、実におめでたいお誘いだ。じゃあなぜ落とした？丁寧に使い方まで書いて間違って落としたなんて言うなよ。またさく、私はどうすればいい。あんな奴に付き合うなんて。時間をかけて肩書きを抜きにして人同士向き合えばきっと分かり合える。これおじいちゃんが隠し持ってたんだ。外の世界のことが書かれてる本だよ。この世界で強くあろうとした弱い僕を助けてくれた。お前、こんな可愛い女の子連れてたのか。何を掘ってんだよ骨。掘るんじゃないよ骨。折れてる炭治郎じゃ俺を守りきれないぜ。死んじまうぞ。あれら流した血を返せよ。殺隊を舐めるんじゃねえ。生まれた時からずっと、仮に今地ならしが止まったとしても、でも最後の時間くらい、あんたは正しい人だと思う。あんたみたいないい人が体勢を占めちまったら、それこそしまいだと思うけどね。だから私はもう孤独じゃない。そういえばルイーザちゃんが仕事前によく飲んでたわ。孤児院で私をスカウトしてくれたのもあの子だし。そういうこと。さあ虎猫ちゃん、この耳が感謝の言葉を聞きたいそうよ。バカじゃないの。あのね、モビディックからの脱出を手伝った時にあなたは言ったでしょ。カメラに可愛く思ってもらえばいい。 MV と同じ要領でいいならむしろ得意分野だよ。でも呼んだらすぐ来てよ。って私の子だよ。きっと小顔で美人に決まってる。どうせ任務が終わったら孤児院へ戻す。ただそれだけの関係なんだ。何してる。あわよくば嫁役にと思ったがやめておこう。さらわれた。こいつらの仲間が何のために。ということですか。いいでしょう。私が持った毒は、あなたの数字は探偵者が心配なのですよ。いいのですか。密輸船で一旦町を離れますか。思ったより容易な相手でした。じてで焼却できそうです。止めた。
信じられない力だ。しまった。